バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイはですね、一人寂しくお届けするんですけれども、まあ今週もですよね、最後までイチャイチャとお付き合いくださいませ、よろしくお願いいたします。ようこ、ただいま絶賛同時進行中でバタバタしておりますが、皆様に温かいメッセージいっぱいいただきまして、もうほんとね、幸せな毎日を過ごしております。皆さんいつも応援ありがとうございます。10月22日はですね、初めての鹿児島県志布志市ふるさとでのワンマンライブ、無事成功いたしました。お越しくださった皆様ありがとうございました。あのね、照明さん、陽子にめっちゃね、エコひいきみたいなね、まあそういえば昔エコひいきはされてなんぼだっていうね、名言を、ね、おっしゃってた、はい、先輩がおりましたが、まあ、まさしくそんな感じでね、めっちゃくちゃ豪華なねステージになりました。音響さんはもちろんなんですけれども、照明さんってね、皆さんこう、え、どういうことって思われると思うんですけれども、ほんとね、曲を理解してくださって、今だここだドンみたいなねほんと華やかなねステージに彩ってくださりました。皆さんありがとうございました。何よりもね、お花もねたくさんいただきまして、でね、換気のための休憩時間ありましたけれども、ヨコちゃんもう今渡すからね、もうね嬉しかったですよ。お花を持ってきてくださってね、休憩時間も休憩じゃないわけ、もうようこちゃん頑張れ頑張れってね、ほんと嬉しくて、もう今日何回嬉しいって言った。とにかくね、こうやって今私がラジオでもねお話しさせていただけていること、皆様の応援あってだなと、改めてこの活動7年目をね締めくくるとても素敵なステージとなりました。ありがとうございます。来月11月からは、ようこシンガーソングライターとして8年目を迎えることになります。今日はね、そう、皆さんブーって音が聞こえてますか、ちっちゃくね歯が生え始めました。うちののんちゃんがミニゲストでねお届けしておりますけれども、ぜひぜひ、最近はシンガーソングライターママという肩書きで動いております。ですのでね、ようこ今からね、じゃんじゃんと言いますか、もう来年からは月1新曲もアップしていきますんでね、皆さん今後とも楽しみにお付き合いくださいませ。ではまず1曲目、この間ね超嬉しかったんですよね。ひとまず1曲目、この曲で盛り上がっちゃいと思ったらめっちゃ盛り上がってもらって、それが嬉しかった。皆さんのことを思って作りました、ラブレターズ、お聴きください。幸せのピー心と心を綴ってく明日へ、見つけた
ただきました曲は陽子でラブレターズでした。ではね、ちょっとね、ここで陽子について語りたいなと思います。というのもですね、陽子はですね、夢や希望が全て音楽だったわけですよ。でね、最近さ、あのツイッターは、まあ、なんか一時期さ、ツイッターはもう終わっちゃうよって言われてたのに、コロナ禍になった瞬間にリアルタイムでいろんな情報がね、だってニュースよりも早くさ、口コミが広まるでしょ、うん、その場で何が起きたとかさ。だからツイッターはもうやっとくべきだって、ね、次は TikTok だ、でインスタライブだ、そしたら私はポコちゃんというね、あのライバー活動もね、先月より始めておりますが、とにかくね、まあ、DM でもいろいろご紹介いただくこともあるんですけれども、何をしていいかわからないと。だけど、まあ、柱は YouTube がいいんじゃないかとかね、いろんなアドバイスをいただくわけですよ。よくはそういうその活動を発信するものをアドバイスいただくたびに、あ、この方は私に売れると言ってるんだなと思うわけです。嬉しいんですよ。でね、私本当に夢や希望が音楽でしかなくて、で今はね、売れるために、売れて返すためにとか思ってるんですけれども、数字ってね、やっぱり大事じゃないですか。まあ、売上成績だったり CD のね、まあ、あの販売枚数だったりとかなんですけれども、私が最近大事にしている数字って時間です。でね、タイムイズマネーと言いますけれども、その私の場合はね、あのタイムイズビューティー、うん、時間時は美なりみたいなね。でそれを、あの外見の美しさだけ、まあ、例えばさ、お風呂に入って上がってすぐ化粧水をつけてくださいじゃないとカピカピしますよ、まあ、それももちろんタイムイズビューティーでございます。ただ私はね、その美のことを内面からのものにもう本当執着してます。そりゃね、陽子もね、年頃なんでね、乾燥とか気になりますよあのプリプリのお肌はね、娘たちを見てて、ああいいなと思いますよ。だけどお金をかけずにみんな美しくなりたいじゃないですか。で男性だってさ、やっぱりね、内側からのね、美しさ、かっこよさって必要でしょ。でね、私は、まあ、このシンガーソングライターという仕事は、言葉をね、いかにこう自分のフィルターにかけて伝えるかだと思っていますので、その観点からいきますと、やっぱりね、タイムイズビューティーは素敵な言葉遣いだったり、言葉を使う、言葉遣いとは違います、言葉の使い方、うん、をいかにね、充実したものにするかで、内面からの美に通じるんじゃないかと思っております。まあ、私の持論なんですよ、あくまでね。例えばね、生きがってかっこいいだろうという言葉をね、使ってたとしましょう。まあ、やばいを連呼するとかさ、え、マジやばい、やばいやばいやばいとか、え、何がやばいんですかっていうのはね、まあこれはわかりやすいけど、まあそんな感じでね、こう言葉遣いがちょっと雑になってしまってるっていう時には、なんかね、あの周りの方がね、嫌悪感を抱くこととかも結構あると思うんですよ。まあ、分かりやすく言うと、舌打ちをするとか、ため息をついてしまうとかね、そういう時ってやっぱり周りの方、え、何なのとかさ、やっぱ分かりやすく思うじゃないね。で、まあ自分たちがこう話をする時にも、この人のことを思って話をする、いや、自分のことを思って話をするって結構分かれると思うんですよ。どういうことかと言いますとね、よくベクトルの向き方とかさ、皆さん言うじゃないですか。例えば困っている人がいるとき、この人が困ってますって周りに助けを求めるときは、この人困ってますってストレートに言うのに、普通の日常会話でよくあるのが、私がこんな風にしてたときにこの人がこうなって、だから私はびっくりしたんですけど、だからこの人困ってますみたいな言い方をする人が多いみたいな。分かってもらえますかね。不思議なんですよね、私ってそういう人間だったんですよね。自分の方にベクトルが向いて、うまくいかないことは全部周りのせいだ、自分がね、こういうふうに恵まれてないからだみたいなね、ことを多分ね、思ってたと思うんですよ。いや、そういうふうにね、なんかこうめちゃくちゃ思ってたとかね、なんていうのかな、こう人のせいにばっかりして生きてきた人間ではないんですよ。そういう人間じゃないつもりなのに、それでもやっぱり思い当たる節はあるんですよね。だから子育てするときに、いやいや、ちゃんと考えてごらんと、
言い訳抜きで何をどうしてこうどうなったのとでこうしたのとかね、シンプルに、まあ、娘とね向き合ってきたんですよね。だからうちの娘は困った人がいる時に自分が自分がっていうことはしない子なんですね。なのでそれを見て、でも私のサポートしてくれる時もそうです。この人をどうするべきか、この人は何を求めてるのか、自分はどうしてあげられるのかっていう思いやりの持ち方、娘は上手ですね。15歳ですけどね。だからそういうのをやっぱり母親として感じた時に自分が恥ずかしくなったことがあります。あ、私って結局悲劇のヒロイン気取りで自分のことしか考えてなかったのねと。よくさ、あの鏡の法則とか宇宙の法則とか、そしてなんていうの、自己啓発の中にはもうとにかくいろんな法則があるんですよね。なんですけれども、私自身がね、もうこれは本当に私自身が、あ、陽子さん綺麗ですねとか、笑顔可愛いですねとか、いつもニコニコしてますね、笑うと目がないですよねって言ってもらう、その褒めてもらえるタイミングになった時っていろんなことがうまくいきだしました。まあ離婚もしましたけどねそうだから、一般的に皆さんがマイナスだと思うことが必ずしも人生においてはマイナスではないということも経験をしましたし、なおかつみんながプラスだと思うことが果たしてプラスなのかなっていうことも経験はいろいろしてきてます。なのでね、私は本当にベクトルの向け方、そして自分が美しくあるためには外見から着飾ったり何かをすることではなく、毎日紡ぐこと、それはもう自分が一番聞いている、そして相手が聞かされているこの言葉、声色っていうね、そう言霊と言いますかね、そういうもので、まあ、美というものは作れるんじゃないかなと。そして思いやりの輪が広がればね、全て結局は自分に返ってくるし、自分に返ってくるまで時間が足りなかったら自分たちの大事な人に返ってくるんですよ、きっと。返ってきてますしね。だから本当ね、私も2人目を授かってね、2人のお母さんになって出会った自分っていうのいっぱいあります。皆さんもそうだと思うんですけれども、時間が経った時に何も変わってない自分ね、そういうのもいると思います。ただ変わってしまった自分っていうのもいると思います。変わることができて嬉しい自分っていうのがやっぱり、あの時間が経つとね、出会えてね、やっぱ幸せハッピーなことだと思うんですよね。まあ、そういうのに35歳の陽子はもういっぱい出会ってきてます。それはもう皆さんのおかげです。本当にありがたいね、ありがとうございますね。なので、陽子が、あ、最近美しくなったな、綺麗だなって思ったら皆さんのおかげですよ。でね、何よりも、若さに嫉妬するとかさ、まあ、もう少なからず皆さんあると思うんですけれども、私はね、子育てをしているからっていうわけではないですけれども、次の若い世代の目っていうのはめちゃくちゃね、羨ましいって思う気持ち以上にね、めちゃくちゃ楽しいんです。羨ましさより楽しさ。だから高校生の軽音楽とかのね、子供たちともいっぱい関わっていきたいなとも思うし、何よりも、まあ、サウンドプロデューサーのイッシーがね、私のことを潰さずに育ててくれたから今皆さんと一緒に音楽音時間楽しめるわけですよ。私もね、そういう風に誰か困ってる人だったりとか、今からで横さん助けてよとか、横さんこれしたいんだよってね、相談してもらえるようなね、アーティストでいることが何かかしらね、ハッピーの輪が広まる一つのコンテンツになるんじゃないかなと思ってね、とにかく皆さんからの SOS はもう耳をめっちゃ大きくして、もうゾウさんのお耳以上にね大きくして受け止めておりますよ。なので若い目はね、嫉妬とかでも潰しちゃダメです。自分は若い子たちよりも知ってること経験多いから、一緒になって楽しむっていうのが大人のもう素敵なね、美につながる、かっこいい生き様につながるね。そうそう、私の中の美っていうのはもう生き様なんですよね。生き様の、あの美しさ、うん、なので、ぜひぜひ、あの陽子がね、これからいっぱいこうシワが増えたなとか、あら、なんかたるんでるんじゃないって思われないように頑張りはしますけれども、まあね、そういうのとはね、まあしょうがないじゃないですかね、年を重ねるんだから。だけどそれがすごく美しいなって思われるような歌い手になりたいなと思いますので、ぜひ皆さんも今一度自分の年齢の重ね方と美のあり方をね、研究されてみてはいかがでしょうか。そして本
当に年齢を重ねた先輩方はずるいです。若い子が嫉妬やねこう羨むような何か思ってるわけじゃないんです。もう先輩たちの方がずるい、めちゃくちゃずるいね。私も早くこういうことしとけばもっと謳歌してきたのになとかね、いっぱいあります。だから先輩たちガンガン周りの若い子たちに教えてあげてください。そして教えてあげるときには自分はこうだったからっていう言い方はやめてください。自分とみんなは違うだからどうしたいの、ああそうなんだね、そっかそっか、こういう方法もあるかもね、えどうされたんですかってね、例えば横さんはどうしたんですか、あ私の場合はこうだったんだけどね、でもこういうことだったからこうしたのかな、あなたの場合はどうしたらいいんだろうねぐらいのね余白を残してあげないと、また若い子もねああって思っちゃうだろうからね、まあそこはねそこで、はい、ということで、今日は、陽子の勝手な美生き様に対する、お話でございました。2曲目今夜お届けしたい曲は、陽子ね、この曲ライブで盛り上がって嬉しいんです。みんなとまた歌いたい。陽子でライフ。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。今夜最後の曲はもう3年近く前のお話になっちゃいますね。永田中学校音楽部の皆さん、卒部式おめでとうございます。卒部おめでとうございますですね。皆さんのおかげで陽子はこの曲をとっても愛しながらこの3年間過ごしております。それでは皆さんに今夜も届きますように、陽子と永田中学音楽部でキス&ハグ。切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。
の間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛。言葉は明日を変えていくために必要な I love you。 ずっとずっとそばにいよう。愛しくてたまらない、守り抜きたいよ。特別な いつもありがとう。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな僕らを奮い立たせる愛。言葉は世界を変えていくために必要な I love you。お聴きいただきました曲は、陽子と永田中学校音楽部でキス&ハグでした。あの時ね、一緒に歌ってくれた1年生がもう3年生で卒部を迎えるということでしたね。またね、1年生2年生先輩たちに続いていい成績残すぞっていうね、あの彼女たち彼らのね熱い気持ちをね受け継いで素敵な音時間紡がれてください。よくはですね、皆さんの笑顔、子供たちの笑顔大好きでございます。パクパク食べちゃいたいくらいハッピーをいっぱい胸に詰め込んで歌い続けたいなと子供たちを見ると思うんですよね。ほんとなのでね、のんちゃんと過ごす私の時間はハピハピすぎます。このようこハッピーいっぱい状態をね、来年は毎月新曲をお届けする、そして定期的に各 SNS で露出をしてフォロワー数を増やすぞというね、大きな目標をクリアするために皆さん引き続き応援よろしくお願いいたします。来月もうね、次週の放送は11月ですので、ぼちぼちと、スターズ初めてのカバーアルバムスターズよりお届けできる曲も新曲たちも増えていくかと思います。収録曲は来月発表したいと思いますので、ぜひぜひ来月もねバニラスカイお楽しみにお待ちください。本当しぶしのワンマンライブお越しくださりありがとうございました。そして10月22日は鹿児島空港近くのねバレルバレーでの新春祭りのねイベントでも歌わせていただき、ワンマンライブでしぶしに行きましたのでね、その時も応援に来てくださった方々本当に本当にありがとうございました。今月、あ、そうそうそう、10月30日は鹿児島から世界中ヒーローとして守っているジャンケンマンのミュージックビデオの撮影があります。お昼1時30分から3時まで鹿児島市立病院跡地ね、ブラックスミスカフェがあるね公園がございます。そちらでね撮影しておりますので、飛び入り参加 OK でございます。皆さん
お待ちしてます。遊びにいらしてください。ミュージックビデオじゃんけんマット一緒に作るぞ。おー、ではでは、1週間皆さんめちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。よくも負けませんよ。いっぱい楽しく過ごしますよ。それでは来週まで、バイバイハッピー。